はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、逃げゾーンリです。今回は、原始的な兄弟というバカゲーをやっていきます。ということで、なんかこの画面にはなんか恐竜とか変なおじさんが映ってるんですけど、これ仲間になるのかなこれ仲間になったら嫌だな。まあいいや、とりあえずやっていきます。あ、名前を決めるっぽいっすね。名前決めていきます。はい、ということで、名前を決めたんですけど、ルイデスにしました。はい、とりあえずやっていきます。なんだパパ帰りにおもちゃ買ってきて、はい、ということで、多分今モザイク切ったと思うんですけど、音も消してます。ということで、なんだ。人生初の海外出張だぜ。今回はうまくやってやるぞ。あ、やばい、なんだ。あ、後ろにやばいやついる。あ、飛行機がなんか死んでる。カツラ多いな普通にやばいじゃん。なんか鼻血出て大丈夫かこれ。はい、これモザイクかけてます。はい、ということで、来たんですけど、なんだこれ。タップするのかな。あ、叩いてる。倒すのかな。倒すのやべえな、最初からやばいぞこのゲームこれで何をするの。あ、レベル上げか。レベル上げをします。これでどんどん叩いていきます。なんか気持ち悪い、これなんだこれ。なんか普通に気持ち悪い画像が出てきたんだけど、まあ、多分大丈夫でしょう。で、レベル5になったけど、これは、あ、なんだ。あ、なんかすごい、激強タイムみたいなのが来た。今のうちに叩いとこう。オッケー。で、これで、なんか家族に会わないといけないみたいだから、このゲームはさっさとクリアして、家族に会いに行きましょう。ああ、もう一撃になったね、これ。20ダメージぐらいになると一撃になるのか。で、レベル上げもしてって。あ、足りなくなっちゃった。あ、もうボス戦いけるっぽいね。やろう。ボスを倒します。ほら。やばい、ここで体力とかあるんだよ。ほら。あ、なんか棒がある。おお。防御できるよ、これは。なんだ、あ、装備のなんかやつをゲットした。おさっき足で蹴ってたけど、足は使わなくても棒の方が強いんじゃないかレベル上げをして、お、18レベルになった。で、これでなんか変なカエルをぶったたいていきます。あ、またなくなっちゃった。いや、強さどこに書いてんだ。どこが、あった。この上のやつだ、これだ。あ、タッチしたらなんか出てきた。だから弱い人間って書いてる、文明が。ええ。まあいいや。あ、まだこれ来た。今のうちに叩いとこう。なんか強くなってるっぽいから。オッケー。あ、すごい。コインが溜まってきたから、レベルアップしていきましょう。あ、また跳ねなくなっちゃった。ゴリアテカエルっていうのこれゴリアテカエル、なんかちょっと言いづらいかなよし、やっていきます。はい、ほら、あ、結構すぐ倒せたね。いいね。次はなんだ。地面に足跡みたいのがあるぞ。え、これは巨大な足跡だぜ。どこのどいつかわからないけど、踏まれたら即死だぜ。
でも発音が起きたか。まあいいや、とりあえずやります。あ、なんだこれ、ガチャができるっぽいね。でこれで、あ、これなんか装備できたね。よし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 、顔がやばいなこれでもう物戦できるのか。できます、やります。な後ろにカツラある、カツラが誰が作ったんだあれはなんかゲットしました。おお、でこれでここ押して、何これ、あ、なんかカツラゲットしました。であとはレベルアップしておきましょう。あ、矢印あるね。でこれで何ができる、これで、まあいいや、とりあえずなんかちょっと分かんないのでやっていきます。でこのなんだっけ、あ、ヘロヘベベロキラプトルを倒しますちょっと今日はちょっとアイスをさっき食べて、ちょっとお腹を痛くしたので、ちょっと声がちょっとあんま低いかもしれません。はいはい、でこれレベルアップして、でこのピコピコになってるの何なの、これ赤いところ押してみよう。あ、これさっきのあれじゃない、これもらっとこ、なんかもらえるやつ。あ、もうもらえるの、あ、もらえる、いっぱいもらえる、いっぱいもらえたね。これももらっとこう。でこれなんか手紙みたいなところもあるけど、これはすべてもらっていいのかな。はい、おお、なんかいっぱいもらった今。これ一応消さないとこう。あ、またこれピコピコなってる。どんどん倒していきましょう。よいしょよいしょよいしょ。あ、ジェムが溜まってるから、ジェムっていうのかな、うん、多分ジェムだと思うんですけど、ゲームでよくあるんで。でこれで一回これ引いてみますか。でこれで、あ、何これ、頭のやつが出たの、頭のやつちょっと意味ある。頭確かにかじられたらやばいから、とりあえず倒していきます。でレベルアップもしていきましょう。でこれでマップみたいなところもあります。でこれは、はい、でいいのか。でこれで、これは無料でも、あ、もらえないのか、広告か。でこっち側はな、課金か、まあ、課金すごいな、なんか手がロボットになるっぽいね。いやーでもこれ見た目変わんのかな、本当に。じゃあ多分、うん、見た目変わるのかな。いやでもまあ買わないとこう、うん、今は買わないとこ。でもう一回ガチャできそうだね、ついこのなんか5個もらえるやつをやったけど、どうかな、勝った、これかな、足、これは服を、なんか原始人っぽくなったね。うん、でこのままちょっとレベル上げします。あ、じゃあこれ来ちゃった。はい、ということで皆さん60レベルまで行きました。そしてガチャをもう一回やりましょう。で次は大量購入でも50個やっちゃいましょう。行きます。おお、すげえ、なんかやばい、めっちゃ炎が、おお、なんかすごいの出てきたよ。あ、やっとなんかいっぱい装備が出てきて、そして、あ、すごい、なんかあれだった、あれになったね、あのなんか玉に貼り付いてるやつになって、そしてあとは草になったんだけど、これはあのこれはあの皮よりちょっと弱いんじゃないか、うん皮よりちょっと弱くなったんじゃない、強くなってんのかな、わかんない。とりあえずボス倒します、いきます。とりあえず今回このなんか、いやステージ進むかわかんないけど、このなんか変な森みたいのが、ちょっと待って、やばい、ちょっと見てはいけないものが映ってる、まあ、とりあえずあのこの
なんか草むらみたいなステージをあのクリアしたらとりあえずまあそうですね、今回終わりにしましょう。あ、なんかすごいスキップしちゃった。おお、ジーザス、ジーザス、ザス。うん、なんかやばいね。恐竜ハンターになりたいの？いや、願い事を、願い事を家族のもとに返してもらうのがいいんじゃないかな。オーマイガーって名前なの、この人。やばいね。おお、雷の力が使えるようになったの。すごいな。ありがとうございます。ジーザース。名前変わってない。あ、雷みたいのがゲットできた。やったやったやった。あ、これかな、これ、これ、この変な人、変な人じゃない。間違えた。神様。神様になんかもらったのかな。で、これはもらっとこう。ここのやつももらって。あ、これステージ31になったらこれ、とりあえずあるものをここで受け取れるようになるのか。いいね。よし。これレベルアップして。オッケー。あ、なに？文化を発展させてもっと強くなるぞ。研究します。で、お、お、なんだ。雑草になったこれさ。うん。雑草の方が弱いんじゃないか。で、なんか、うん。良くなったのかな。これで、あ、強化できるのね、これで。あ、もう言う前からやっちゃったけど。で、これで全部雑草の装備になったのかな？なったのかな？あ、これだっけ、なんか T3 になってるね。じゃあ、なんかガチャで強いの出たってことは、あ、カバンとかある。これは使用して、あ、左の使えばよかった。一気にできた。で、これでレベルアップして、それでこのボス倒せんじゃない？多分武器が結構強いでしょ。あ、完全にこれは勝てますね。やります。これ、あ、あれ、雷使う前にやっちゃったけど大丈夫？天国行っちゃったね。まあ生きていくためですから。なんかマップ変わった。戦っていくのは無理だって。お、なんか新しいのが追加された。やったやったー。これ一気にレベルアップ。あー、待って、これおしっぱだったらめっちゃいい。すごい気持ちいい。をゲットして、あ、ランキング出た。え、ちょっとこれ見ちゃダメなやつじゃない？分かっちゃうよこれ。いや、まあ多分今モザイクかけてるけど、もう見えちゃった。自分はもう見えちゃってるから。で、なんかこれなんかもらえるっぽいね。もらえるものはもらっておきましょう。うん。で、今のはちょっと見ない方が良かったかもね。うん。で、これで、これもらってもらってね。これ、なにこれ？タレットかな？とりあえず40レベルまで上げて。もう上げれるだけ上げちゃおう。で、お、結構すぐ倒せるね。で、これでガチャで、おお、これとりあえずこれもう一回引きますか。あ、同じの出た。で、これで、お、これでなんか変わったのかな。わかんない、わかんないけど、とりあえず多分強くなったでしょう。で、これ殴って殴って殴って、で、もう一回引こう、もう一回引こう、もう一回引いて、同じの。でもこれ強化できるよね。オッケー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 。もう一回もう一回もう一回ヤギ引きましょう。こっち引きます。お、なんかすごいの出たね。で、これで、お、なんか進化した、やったー。で、これでこうやってやって、で、これなんか強くなったかな。お、なんか見た目変わったね。まあ、今回はこの辺にしときましょう。とりあえずレベル上げだけしときます。ステージは特に進めません。で、この動画がいいと思ってくれた人はチャンネル登録よろしくお願いします。この動物なんだこれ、
あ、変な立ってるこの動物もチャンネル登録お願いします。ということで、これをあの動画ぶっ飛んでるなと思ったら、あの通知音もよろしくお願いします。ということで、まあ、これ人気あれば続きやります。ということで、バイバーイ。